オーストラリアにおけるスペンサー湾の一スペンサー湾とは、オーストラリア南海岸にある二つの大きな入り江のうち西側のものである。南オーストラリア州に属し、グレートオーストラリア湾に面している。スペンサー湾は 322km の長さと 129km の幅を有している。湾の西海岸はエア半島であり、東海岸はヨーク半島となっている。 ワンの入り口はマシュー・フリンダースによって発見された。ワンに面する中で大きい都市はワイアラ、ポート・ピリー、ポート・オーガスタである。それ以外にもワラルーやポート・ブロートン等の町がある。このワンは1802年3月20日にフリンダースによってスペンサーのワンと命名された。このスペンサーはダイアナヒの先祖であるスペンサー伯爵のジョージ・スペンサーから名前を取っている。 現在の公式名称はスペンサー湾であるが、この湾はフリンダースと同時期にニコラ・ボーダンによってボナパルト湾とも名付けられていた。しかし彼の名付けた名前が広く使われることはなかった。この地域はエドワード・ジョニアの1839年に始まる探検で探索された。そして1840年代後半には海岸沿いに集落が形成された。 スペンサー湾、とりわけワイアラ周辺では、オーストラリアコウイカが多数生息している。その周辺にいるイルカは、このコウイカが好物であり、安全に彼らを食する術を体得している。湾の奥側では、オーストラリアフエダイが多数生息している。エア半島やヨーク半島を含む湾周辺は、エアーヨークブロックという生物圏になっている。スペンサー湾重要野鳥生息地は、 湾の北東側に広がっており、海岸沿いに460平方キロメートルの長さを有している。地形としては、長官帯の干潟、マングローブ林、塩沼等が見られる。この地は、小金類や海鳥等の保護の重要性から、バードライフ・インターナショナルによる重要野鳥生息地に認定されている。ありがとうございます。